こんばんは、三橋忍です。この動画は5分間謎解きミステリー、永遠の愛を教えてくれ、の回答編です。出題編をご覧になっていない方は、そちらを先にご覧ください。それでは回答編、始めさせていただきます。回答は保険です。解説に行きましょう。妻が寝入った隙を見て、僕はリビング中を探し回った。すると、ちょうど妻が読んでいる小説本の中から、一枚の写真がひらひらと床に落ちた。あの写真だった。恐る恐る手に取り、右下の日付を確認すると、今から8ヶ月後のものになっていたが、次の瞬間息を呑んだ。ウェディング姿の妻が腕組みをしているはずの僕の姿がなかったからだ。愕然としながら寝室に戻ろうと電気を消そうとして、テーブルの片隅に置かれたパンフレットに目をやった。さっき妻が眺めていたものだ。表紙に生命保険と書かれた何種類ものパンフレットを手に取ると、僕の悲しみはやがて笑い声に変わり、気づいた時には泣きながら妻を何度もナイフで刺していた。新婚一ヶ月目で女を殺害した動機について男はそう供述した。さて、いかがだったでしょうか。この動画では皆さんからのご意見ご感想など募集しております。また一緒に動画を盛り上げたいというクリエイターさんも募集中です。メールやツイッターなど概要欄に書いてありますので、そちらを参考にしてください。ここまで聞いてくださってありがとうございます。お相手は三輪忍でした。おやすみなさい。